皆さんこんにちは、今日は、こちらのおかきを使って、投げ入れを解説していきます。今日お花おかきはですね、こちらの、ワッシュフラワー、ドイツではワッシュフラワーと言いますが、日本では、ワックスフラワーというようです。こちらとあとはまたチューリップを使って、投げ入れをしていきます。チューリップはまた10輪くらいまとめてマーケットに売っていて、こちらの、ワッシュフラワーと合わせて10ユーロでした。今回ちょっと初めてこう投げ入れをやるので、十文字の作り方なども詳しく解説していきます。それでは十文字の解説をしていきます。十文字ですが、お花を、おかきにこう刺していきますが、安定するようにこういった枝物を使ってこう十字に作ることで、お花がこう安定するようにしていきます。こちらのおかきは少し底に向かって広がっているので少し長めにカットしています。切り方は片方はまっすぐで構いませんが、片方斜めに切ると、止めるときに安定しやすくなるのでぜひやってみてください。このように、しっかりと止まるように入れていきます。このように、十文字を作ります。透明のおかきですので横から見ると、水面の少し上、おかきの上から少し下の部分に、十文字を作るとちょうどいいかと思います。それでは十文字ができましたので、お花を生けていきます。今回はテキストの、5番基本に神経投げ入れをやっていきます。芯と、芯にまず、こちらの、ワッシュフラワーを使っていきます。十文字に、ちょっとこう傾けながら手前に、皆さん側ですね、手前にこう角度をつけていきます。そしてそれにもこちらのワッシュフラワーを使います。ワッシュフラワー結構広がってしまって芯とそれの違いがちょっと分かりづらかったので、少し下の方をゴムでまとめています。ちょっとこういったことも渡月流ではやっていって構いませんので、綺麗に見えるように工夫をしながらやっていきましょう。それも、手前に傾けて生けていきます。そして控えに、こちらのチューリップを使っていきますが、控えはまた手前に角度をつけていきます。なかなか、最初初めて投げ入れをやるときはこうお花が安定せずこうおかきにストーンとこう入ってしまうことが多いので、初めは私もかなり苦戦しましたが、少しずつこう慣れてきます。結構こうお花の葉っぱ同士にちょっとこう寄せたり、上にお花を葉っぱにこう引っ掛けたりするとよりちょっとこう安定しやすくなるので、いろいろ工夫をしながらやっていきましょう。
かなり柔らかくて止めにくいので、あの十文字にはあの枝物を使うようにしましょう。では、作品を、ぐるっと360度ご紹介します。まずこちらが正面から見たお花です。上から、どのように角度がついているか見ていきましょう。まず芯のこちらの枝ですね、手前に角度がついています。同じように添えも手前にこう角度をつけています。控えですね、チューリップ4輪使っていますが、こちらの手前に、角度がついているのが分かりますでしょうか。こういった形です。いかがでしたでしょうか。今回はワッシュフラワーとチューリップを使って投げ入れをやっていきました。初めは、角度のつけ方も難しいかと思いますが、まずは好きなお花を使って、十文字を使って生けてみるのを挑戦してみてはいかがでしょうか。